カールフリードリヒ・ビルヘルム・ブラウンカールフリードリヒ・ビルヘルム・ブラウンはドイツの薬学者、植物学者、地質学者である。バイエルンのバイロイトの薬剤師、医師の助手の息子に生まれた。レーゲンスブルクで薬剤師の見習いをした後、1819年からオーストリアのザルツブルク、クラーゲンフルトの薬局で働いた。高山植物の研究で知られるダーフィット。 ハインリヒホッペと知り合い、アルプスの植物研究を行った。オーストリアの貴族、軍人のベルデンとも親しくなり、イタリアの植物調査もした。ベルデンからは、軍人として働くことも勧められたが、それには、応じなかった。その後、プラハでカシュパルマリアシュテルンベルクや、フランツジーバーと植物の研究を行った。父親の希望で、薬剤師の資格を取るために、 エアフルトで学び1824年に資格を得て、バイロイトの父親の薬局を継ぐが、7年後に自然科学の研究に専念するために薬局を売却した。1833年に設立された、バイロイトの農業、工業専門学校の教授となり、科学と博物学などを教えた。この時期、アンドリアンベルブルク公爵フェルディナンドが、 現在のアーベルトミュージアム・オバー・フランクとなる博物館のための博物標本を集めていたので、古生物学、地質学に転じた。収集家で古生物学者のミュンスターと共に化石を集め研究した。1840年に目録を出版し、特に古植物学に関心を持っていた。エアランゲンの大学の化石の同定に貢献し、1840年に、 名誉博士号を受けた1833年から1845年までは、オーバーフランケンの医療委員会の委員を務めたが、多忙のため辞めた。1843年に、ドイツの科学アカデミーレオポルディーナの会員に選ばれた。1848年に設立された、ドイツ地理学会の会員に1849年に14人目の会員として加わった。ブラウンは、 植物の学名で命名者を示す場合に、カールフリードリヒビルヘルム・ブラウンを示すのに使われる。ありがとうございます。